ねえ、どこに行くのさ。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。必要なのはたくさん作っとこうかな。よし、行け。うん、バッチリ。必要なのは何作ろうかな。最終格、よし、行け。これなら十分ね。ね、お、どこ行くんだ。なるほど。あ、どうも、こんにちは。職人との挨拶は大切なんです。で、平気だと思うんだけど。ありがとうございます。これで準備は整いました。少しだけ待っていてください。すぐに試作品を作ります。うん、任せた。頑張ってね。無理はするなよ。どこか行くのか。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。どれくらい休んでいこうかな。取れた。どこか行くのか。うん、いいね。ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ。皆さん、お待たせしました。試作品が完成しました。また腕を上げたんじゃないか。そうでしょうか。フェデリーカはあまり納得してない感じ。あ、いえ、ライザさんの素材はとても良質で。本音で話そう。せっかくなら私も妥協したくない。なんだか微妙に噛み合っていないような気がするんです。初めてこれを見た時のビビッとくるあの感じがこの品からは感じられない。ああ、わかるな、その悩み。カチッとハマる感じがないんだよね。そうなんです。通じ合ってる。物を作る人同士、気持ちがわかるんだろうね。お話中すみません。例の図版の調査結果をご報告に。何か分かりましたか？あ、はい。
図盤のランプによく似た品を所持している住人を発見しまして。え？話を聞きに行ってみよう。違和感の正体もわかるといいんだが。アンナさんが話は通してくれた。住居通りに向かおう。困っている人がいるみたい。うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。モリッツさんはそういうの好きそうだよね。あ、サルドニカの工芸品も売り込んだら買ってくれるでしょうか。なんだか見られてる？さあさあフェデリーカさん、こちらよ。こんにちは。アンナからお話が言ってるかと思いますが。ええ、100年祭の記念商品作りで参考にしたいということだったわね。これよ。本当だ、似てる。間違いなく作者は同じだろうな。これをどこで？大昔の話よ。亡き夫が森で見つけたの。思い出の品なの。今はもう随分古びてしまったけどね。そうだったんですね。どうしたの、ライザー。なんか、どうにかなりそうな気はするんだよな。うん、私の勘違いじゃない。この金属、錬金術で作ったものだ。何？ですか？ちょっと待ってください。っていうことは、私たちが見つけたのは工芸品の図面じゃない。錬金術師向けの調合レシピだったんだよ。そりゃ驚いたな。ごめんなさい、話し込んじゃって。うん、いいのよ。あなたたち、このランプが必要なのでしょ。よければ持って行って。え、いいのですか？思い出の品と。百年祭のために若い子が頑張ってるんだもの。なら協力してあげなくっちゃ。その代わり、一つお願いを聞いてもらっていい？何でしょうか？このランプが、かつてのように美しく輝く姿をもう一度だけ見てみたい。できるかしら？叶
ず。あなたから受け取った光で百年祭を美しく照らしてみせます。お、どこ行くんだ。図面じゃなくて調合レシピだった。でもってことはこれ、図面じゃなくて調合レシピだった。でも組合の工房から見つかった。ってことはこれってやっぱり、おそらく魔石の扱いを伝えた錬金術師が残したものということですね。ライザが妙にいけそうに感じてたのももともと錬金術が前提だったからなんだね。道理でうまくいく予感がしたんだよね。すごい掘り出し物を見つけちゃったね。ああ、だが百年祭にはぴったりの品なんじゃないか。そうですね、町を起こした錬金術師のレシピですし、ライザさんにご協力いただければ完璧な品を完成させられませんか。ついに私の本領を発揮する時が。なった、ことはそうだ。え、そうだね、このままだとちょっと問題があるよ。どういうことでしょうか。最初話したイメージからフェデリーカも記念品を販売するのを想定してるよな。はい、販売するなら生産ルートがいるでしょ。でも調合品だと作れるのはライザだけになるよね。あ、そうですね。錬金術なしで魔石を扱えなければ交渉にあらず。町がかつてぶつかった問題と全く同じ構図だ。そっか。あとちょっとで実現できるのに。ダメだ、すぐには解決策が出てこないや。しばらく一人で考えてみようかな。まさか錬金術のレシピだったとは。でもそうか、錬金術って言うなら、よし、アトリエに戻って調べてみよう。どこか気持ちを切り替えられそうな場所は。そうだ、マルモ広場に行ってみようかな。お、どこ行くんだ。ここにし。よろしいでしょうか。もちろん。ごめんなさい、難しいことになってしまって。いやいや、もともと私たちが言い出したんだから。でもどうしようね、今の考えのままだとうまくいかない。かつての錬金術師も同じように悩んだのでしょうか。当時の空気感は私にはわからないですが、いろいろうまくいかなくてそのまま出ていったのかも。かもね。そう考えるとちょっと寂しいね。ライザさん、私は錬金術の凄さを知っています。確かにこの町は錬金術の町ではないけれど、同時に錬金術師から始まったのも事実です。そのことを後世に伝えていくのも私は意義のあることだと思うのですが。なんか慰めてくれてる。
ごめんなさい。余計な気遣いでしたか？そんなことないよ。ありがとね。なんかないのかな、うまい落としどころというか。そうです、せっかくの記念祭ですから、町をもっと盛り上げるいい案はないかと。この形を元にして100年祭の記念商品を作ろうと思います。販売するなら生産ルートがいるでしょ。でも調合品だと作れるのはライザだけになるよね。このランプがかつてのように美しく輝く姿をもう一度だけ見てみたい。美しく輝く。そうだ、記念品じゃなくてもこれなら。ライザさん？ねえフェデリカ、ちょっと聞いてくれる？どうかな、これならなんとかなりそうじゃない？確かに、いけるかもしれません。早速みんなにも相談しよう。ものづくりをする人たちが集まってる町。いいな、こういう町大好きだよ。これなら実現できそうな気がする。代表2人も集めてみんなにも意見をもらおう。うん、組合本部に行こう。随分とガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。忙しいところごめんなさい。代表二人も呼んでもらっていいでしょうか？はい、わかりました。錬金術師が残したランプ、この町にそんなものが残ってるとは。これをどうにかこの100年祭に合わせて現代に蘇らせたいと考えています。ただ調合素材が使われていて商品にはしにくい。だから街灯にするっていうのはどうかな。売るのではなく？はい、100年祭が終わるまでの間、期間限定の街灯です。きっとたくさんの人が街を訪れます。そんな人たちにも街の魅力を感じてほしい。始まりの光を未来に伝えていくためには、私もこの方法が一番だと思いました。ライザさんのおかげで思いつけたんです。俺はいいと思うぞ。せっかくの100年祭なんだ、盛り上げたいもんな。ま、問題はこっちだが。我々としては、魔石細工の魅力は職人自身の手で引き出すべきと考えている。だが、我々の出発点となったのが錬金術師の技術であったのもまた事実。であれば、それを100年祭に盛り込むのも
この町の在り方として正しい姿なのかもしれない。ってことは、やってみよう。魔石派も可能な限り支援する。よし、そうと決まれば早速動き出すか。私たちも協力するよ。皆さんありがとうございます。じゃあ私はランプの準備だね。お願いします。ライザさんの力を貸してください。今度こそ私の本領発揮だ。さて、忙しくなるぞ。ライザさん、少しならいいですけど、無限に採掘はしないでくださいね。何作ろうかな。入れる場所は考えすぎかな。くらい作ろうかな。よし、行け。必要なの何作ろうかな。必要なのは入れる場所は入れる場所、何入れようかな。感じじゃない。よし、行け。よし、満足のいく出来になった。どちらへ向かいますか。みんなにも認めてもらえるといいけど、ひとまず組合本部に向かおう。なんだ。作りをする人たちが集まってる街。みんな準備できたよ。って相当忙しそうだね。あ、ライザさん、ごめんなさい、準備で忙しくて。みんな頑張ってるね。あ、はい。クラウディアさんが予算の段取りをつけてくださったおかげです。ボースさんも各派閥の交渉たちと話をつけたり、近隣住民に企画の説明をしてくれたり、お仲間さんもものすごく優秀な方たちばかりで、本当に助かりました。なんだか自分が褒められたみたいで嬉しいな。アンナさんも協力してくれてありがとう。いいえ、私はただこの町の芸術が好きなだけで、それが広まる機会があるなら協力したいと、そう思っているだけです。ライザさん、準備が整ったんですね。フェデリーカ、大変そうだね。いいえ、このくらいなんてことないです。いよいよ実現できるんですから。夜まで待ってください。時間になったらマルモ広場に集合しましょう。どちらへ向かいますか。大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。
休憩は終わりだ。ねえ、出るぞ。どこに行くのさ。なるほど。うん、いいね。これは想像以上だな。名前も知らない、顔もわからない。でもかつてこの町には錬金術師がいた。そいつのおかげで今の俺たちがあること忘れずにいないとな。過去を知り未来を紡いでいく。俺たちも学ぶべきことがあるかもしれない。言うね。言っていい雰囲気だっただろうが。かつての錬金術師もこの光景を夢見てレシピを書いたのでしょうか。この日見た景色が100年後200年後も語り継がれていくといいですね。器用な職人さんがいたら教えて。ご挨拶してできれば契約したいんだ。どんな素材も無駄にならないからね。